はい、皆さんおはようございます。アカウンタントタカです。今日1月、30日ですね。はい、いきましょう。アメリカ生活。はい、15 things you should never keep in a car ですね。はい、車の中に置いてはいけないもの、まあ、いっぱいあるんですよ、本当に。一つは盗難で、一つは温度ですね。はい、まずですね、メディケーションです。薬ですね。薬はね、高熱に弱いものがあります。ですから、まあ、品質が劣化するわけですね。はい、2番目、エレクトロニクス。これもそうですね、リチウムイオン電池なんかやっぱり熱くなったらダメですね。夏場にね、たまにiPhone をほんのちょっとですよ、10分ぐらいかな、で温度が上がるともう使えなくなるんですよ。で表示が出て、今暑いんで温度が下がるまでお待ちくださいっていうふうに出ます。はい、3番目、エアゾールキャンツ。これ例えばスプレーですね、ヘアスプレーとか、あとペンキのスプレーとかね、こういうのもやっぱり温度が上がると爆発する可能性があります。それからライター、これもですからやっぱり同じことですね、発火する恐れがあります。それからパスアワーウォレット、これは当然悪いやつらが窓ガラスボーンと割って取っていくわけですよね。あとですから携帯もそうですし、パソコンもそうですね、大体そういうものを持っていきますね。パリシャブルフード、鮮度のいいものはやっぱりそうですね、まあ10分でもダメでしょうね。私は夏場ですから、そういうものを運ぶときは必ずアイスパックに入れて一応冷やして運ぶようにしてます。はい、それからグラスイズはサングラスイズ、ガラスがねやっぱりなんか傷むっていうか、私前いいプラダのサングラス持ってましたけど、なんかレンズにひび割れが来ましたね。あとサングラスのプラスチックが溶けるということもありえます。はい、それからメイキャップ、化粧品ですね、まあ、これ当然そうです、ドロドロになります。それからプラスチックウォーターボトルです。これもね、結局水っていうのは温度があると膨張するんで破裂してびしょびしょになる可能性があります。はい、それからワインはリカ、当然ワインは劣化しますよね。まあリカはね、ハードリカが別にそれで燃えることはないと思うんですけど、やっぱり水入ってますから膨張してね、破裂することがあるでしょうね。はい、それからワインオアリカ、ごめんなさい、ミュージカルインストゥルメンツ、楽器ですね、特に木製の楽器、やっぱり木に弱いですよね。やっぱりこれも多分膨張すると思うんですよね。それからチルドレン&ペッツ、子供とペット、まあ当たり前ですね。子供はやっぱり日本でも同じことで夏場に置き忘れて死ぬケース、これアメリカでも当然あります。それからバッテリー、電池ですね、電池もやっぱりダメです。それからキャンドビバレッジです。結局炭酸が入っているものがやっぱり膨張して爆破することがあります。それからアートサプライズ、絵の具とかね、溶けますよね。あとまあ私が思ったのが飴玉、たまにね冬にのど飴の温めますけど、それを忘れたまんまで夏場に溶けることがありますね。あとクッキー、チョコレートの入ったクッキー、そうですね。それからまあ当然チョコレートダメですね。あとねガラス製品怖いのは、これレストランで食洗機、ディッシュウォッシャー入れますよね。で高温でグーッと洗うわけですよ。で持ってきますよね。でこっち持ってきて、たまにパンとか割れることありますよね。何回も何回も使用すると、だからやっぱりそういうガラスってやっぱり弱いんだなと思いますよ。ですから車の中でね、たまに夏場ですから100度40度超えるとやっぱり危険ですよね。特にアリゾナあたりだと、115度ぐらいまで行くんですかね、45度とかね、非常に危険だと思います。はい、まあ皆さん気をつけましょう。今は涼し、寒いからいいんですけど、やっぱり盗難防止、ガラス割れたら嫌でしょうしね。で私はなるべく、まあ、バッグを置いていくときは何かで隠して行くようにしています。はい、以上です。